はいどうも皆さんこんばんは。はい、やってまいりました。ウクレレ初心者向け90分ライブレッスンということで、質問があればどしどし、チャットの方で、送っていただければと思います。はい、始まりました。ちょっとオープニングはなんか爽やかめな、フラガールでお届けしましたけども、音声の方大丈夫でしょうかね。あ、皆さん、あ、こんばんは。よろしくお願いします。クライアさんでしょうか。すいません。なんか、拝見したことあるお名前ですけども。呼び方が、すいません。ちょっと勉強不足で。はい。ゆきえさん、あ、こんばんは。はい。ほぼきさん、こんばんは。つーさん、こんばんは。あ、3時間目にして初めてリアタイできました。あー、よかったです。ぜひぜひ、アーカイブとしてはね、残るんですけども、リアルタイムで、ご質問ね、受け答えできると思いますので、ぜひぜひ、リアルタイムだと、ね、お得かなと、お得、はい、かなと思います。ぜひぜひ。はい。初心者ですが参加させていただきます。よろしくお願いします。もう初心者の方にこそ、まあ初心者の方だけじゃなく、もう中級者、上級者、すべてのウクレレプレイヤーにですね、ぜひ共有できたらいいかなと思ってはおります。です。はい。あれ、なんかこれ消えないな。なんでだろう。なんかこの赤いのが消えないのが気になる。まあ、いっか。はい。あ、ケイカオラさんこんばんは。はい、アキミさんこんばんは。エリコさんこんばんは。あ、いつも皆さんね、ありがとうございます。ハマトラさんですかね、こんばんは。はい、マリコさんこんばんは。虹代に釣られてきました。あ、はい。あ、虹代でご存知でしょうか。虹代だと、あれですね、フラガール副題として虹代、女性ボーカルがついているバージョンですね。フラガールっていう曲すごい実はバージョンあるのご存知ですかね。英語バージョンもあるんですよ。あの歌詞が英語のバージョンでサビのですね、ここのフレーズがですね、ドリーム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 のドリームの3回夢を3回こう言うっていうサビの冒頭の歌詞ですね。これは確かフラガールの映画ですね。映画のサントラにしか入ってないんじゃないかな。はい。もう聞いて結構ね、感動しましたけども。あ、こういう歌詞つけるんだっていうね。はい。ね、あとなんか結構いろんなバージョンありますね。アコースティックと、アコギと、ウクレレ、ジェイクさんバージョンと、ジェイクさんのホンちゃんバージョンで、ホンちゃんバージョンはもうライブごとに違うみたいなね、感じでいっぱいありますよね。はい。年々なんか、しっとりしてるような気がしますけども。はい。あ、クレアさん。あ、 ありがとうございます。あ、クレアさんと言います。はい。あ、猫ちゃんの名前なんです。かわいいですね。はい。何猫でしょうか。はい。まるまるさん、お待ちしておりました。よろしくお願いします。まりこさん。あ、そんなにあるんですね。めっちゃいっぱいありますよ。はい。というわけで、なんだかんだね、3時間目になりました。一応、1回目で、まあ、ウクレレをもう始めるにあたりという、もうそもそもウクレレ持ってない状況の方も想定した、1時間目でした。楽器の選び方だったりとか、グッズの選び方どんなものがありますよ、みたいな。で、その後ですね、2時間目、前回はですね、まあ、その、ちょっとした、質疑応答をしつつも、プラスでちょっと最後にですね、次回、スタンドバイミーやりましょうということで、この楽譜がこっちに、あると思うんですけども、これを今日ね、ご説明していこうかなと思います。で、これちょっと見にくいかなとか、スマホで見てる方とか、ちょっとちっちゃくてわかんないかなとか、まあいろいろあるかもしれないですけども、一応ですね、概要欄から、これこの PDF データをですね、ダウンロードできるようにしておりますので、よかったらね、そちらで紙にしたりとかして、ご覧になっていただきつつ、大きくもうちょっとできるかな。はい。まあ、ちょっと必要によってこれ、そのジュイーンとね、はい。ジュイーンとやってますので。はい。あとね、これこれ、自分の iPad をそのまま、デスクトップにね、やってますので、こういうふうに、アップしたりね、
ページめくったりとか、一応コード表書いておきました。はい。ってな感じで、やっていこうと思いますので、これなんかホワイトボードですね。まあ、普通のレッスンの感じに、近いかなと思います。やっていきましょう。はい。はじめまして。ダリューさん。はじめまして。ウクレレを始めたいのでよろしくお願いします。ぜひぜひ始めてください。もうね、ウクレレの選び方から、もうね、最初の一曲として、ベストな曲です。スタンドバイミー。この曲はですね、コード、皆さんご存知ですかね、ちなみにね。ちょっと最初に一度聴いてもらおうと思うんですけども、一応ワンコーラス分だけ、カラオケを作りました。ドゥン。あ、消えちゃった。俺が消えてしまった。はい。これ一応作ったんで、よいしょ。なんかこんな、これ、DTM って言います。デスクトップミュージック。で、これは、DAW っていうですね。DAW、デジタルオーディオワークステーションだったかな、多分。はい。これでですね、ミディ、打ち込んで、まあ、曲をこう流したりできるわけです。あれ、なんかわかりやすい図が欲しかったけど、出せなかった。はい。ピアノロールって言いますね。これね。なんかこんな感じで。はい。じゃんじゃんじゃんとこう、音を打ち込んで、まあ、これ、ね、ここ、音出ますね。これね。はい。作っていくわけです。というわけで、作ってまいりました。前回もちょっと流したんですけども、これに、まあ、皆さんね、ぜひ、今日、お手元に、ウクレレありましたら一緒に弾いていただければと思うんですけども、一応こんな感じでやりましょうかっていうのをざーっとやりますので、ちょっと一度お聞きいただければと思います。スタンドバイミーっていうか皆さんご存知ですかね。ね、映画のあのスタンドバイミーです。僕はジョン・レノンバージョンから入ったんですけども、はい。あ、塚さん、YouTube ライブ初めてですか？お、よろしくお願いします。おー、初めてなんですね。私もですね、まあ、5、6回目なので、はい。ちょっと、ね、まだまだ新参者ですけども。なんか、音聞き取りにくいとか、よくわかんないとか、あれば、もう、どしどしね、チャットの方、いただければと思います。はい、ミータさん、こんばんは。あ、こんばんは。あ、花柄綺麗ですね。ジャーヘッドイエローハートさん、なんかすごいな。現在、メニエール症候群のため、あら、ウクレレが弾けなくなりました。メニエール、はいはいはい。聴覚過敏症、あー、耳鳴りがひどい。あー、そうですか。あら。ねえ、ちょっと、なかなか大変ですよね。なんか、僕の生徒さんでもお一人いらっしゃいますね。リアルに、レッスン通われてる方で、メニエール症候群の方、気をつけてね、ちょっとずつ、通われるようになりましたけども、なんか、ね、やっぱ平衡感覚なんでしょうかね。なんかね、ちょっと良くなくなるというか、はい。あ、それはそれはくれぐれもお気をつけて、もう元気になってからね、ウクレレぜひ楽しく弾いてください。はい。森のアントン、森のトンちゃん。ジェイク大好きです。お、いいですよね。ミー&シャリティ練習してます。おー、いいですね。あ、ごめんなさい。忘れちゃった。はい。中途半端にやるのやめよう。はい。ね、この曲ね、すごく人気ですよね。ジャーヘッドイエローハート。マーチン。おー、マーチン使われてるんですね。いいですね。はい。塚さんよく、あ、いや、聞こえておりますでしょうか。大丈夫でしょうかね。はい。よかった。ウクレレも。はい、聞こえていますでしょうか。一応これね、大丈夫でしょうかね。ダウンロード、していただいて大丈夫なので、この動画ね、見終わった後保存されますから、それ見てまたね、練習してもらったりと、していただければと思います。じゃあちょっと一度ですね、ワンコーラスだけ、テンポが80にしましょうかね、とりあえずね。はい。早いかな？大丈夫かな？初めての方もぜひぜひ一緒に弾いてもらえればと思うんですけども、ちょっとまた詳しくご説明するので、一度、聞いてもらいます。こんな感じです。聞こえるかな？
OK、こんな感じになります。これを、皆さんやっていただきたいと思います。90分後には。なちて。はい。まあでもね、本当に、今日、ざっとご説明、ちょっとちっちゃかったですかね。大丈夫ですかね。音量が少し、このオケが、もう少し大きくしておきます。はい。はい、こんな感じになりますね。レイコニャンさん、はい、間に合った。あ、よかったよかった。音綺麗です。あ、よかったです。はい。はい、じゃあ、イエローハートさん、あ、以前習われてました。先生は、ヒロ竹之内さん先生。ほ、あ、そうなんですね。はい。あつこさん、あ、ゴーストノートがうまくできません。ゴーストノートが、お、すごいですね。ゴーストノートってなんか隠し、装飾音符みたいな。ね、はい。ちょっとゴーストノート、どんなゴーストノートかちょっとわからないんで、なんとも言えないですけども、もしあれだったら、詳しくちょっとね、書いてみてください。後ほど ご説明できるかもです。はい、バスバーバーさん、こんばんは、ウクレレ急いで持ってきます。持ってきてください。はい、ぜひぜひ。はい、あ、ありがとうございます。一応こんな感じで、このスタンドバイミをですね、今日、やっていきたいと思います。で、初心者の方はですね、めちゃめちゃおすすめです。もうこの曲、多分初心者の方、初めて、ウクレレ初めて持つ方におすすめできる10選のうちの曲のうちの、ベスト3に入るぐらいの曲です。まあ、ご存知であればね、非常に入りやすいんじゃないかなとは思うんですけども、ちょっと歌がね、アウフタクトが入ったりとかで、ややこしいので、まず歌うことよりもですね、まあ、伴奏をするという点で、非常におすすめです。で、この曲のコードですね、Cっていうコードと、Am ですね、こっちありますね。Am、そして FG7 と、4つコードが出てくるんですけども、この4つのコードを、まあ、ひたすらずっと繰り返すわけですね。この8小節なんですけども、それをずっと繰り返していくと、まあ、1曲丸ごとできるので、こちら2段ありますよね。ここに C で、その隣も C です。これ一括りがですね、縦でこうね仕切られてると思うんですけども、これ1小節になります。1小節は4拍ずつ進んでいくので、1,2,3,4 って書いてありますよね、ここね。 1,2,3,4 で、次の小節、2小節目もですね、次の隣のとこですね、縦線で区切られてるとこです。ここが、2,2,3,4 になります。1小節目は1,2,3,4で、2小節目は2,2,3,4。もうな、ラジオ体操みたいな感じでですね、ずっと数えながらぜひ、弾いていきます。この拍数えながら弾くっていうのがめちゃめちゃ大事なので、後々、ここをおろそかにして、なんとなくで合わせて、なんかよくわかんないリズムにぶち当たった時に、この拍数えてなかったガーンみたいな、ことが、多々起こりうるので、なるべく早い段階で拍を数える習慣をつけとくと、めちゃめちゃいいと思います。はい。なので、ちょっと下に、書いておきました。1,2,3,4、2,2,3,4。で、Am のコードになって、3,2,3,4、4,2,3,4。そして、F っていうコードになって、5,2,3,4。で、G7、6,2,3,4。で、C のコードで、7,2,3,4、8,2,3,4と、全部で8小節になりますね。で、一番最初にこの点々がついてるんですけど、ここですね、点々。これ、リピートマークなんで、この端っこのここのリピートマークと、まあ反対向きになってますから、こことここの間を、まあ繰り返してくださいねっていう意味なんです。なので、まあこれ特に表記してないんですけど、まあ何回も繰り返すと、オケが終わるまで繰り返す。で、8小節をひたすら繰り返していくと、まあこの曲ワンコーラス、一応カラオケ作りましたけども、もう1曲通して丸ごと全部弾けちゃうという感じになってます。スタンドバイミーはご覧になりましたかね、皆さんね。僕はもうめちゃめちゃ好きで何回も見ましたけども。はい。ちょっと設定がね、今考えるとちょっとなんか、グロいなとは思いますけども。はい。はい。はい。あ、ラビットタクシーさん。あ、いつもレッスンありがとうございます。いえ、こちらこそ。はい。クゲカオリさん、こんばんは。はい、こんばんは。ジャーヘッドイエローハートさん。はい、先週マーチ届きました。その前は、SS、S5M、カスタム。あ、
ごめんなさい、ちょっとわかんないです。あ、先週、あ、マーチン、あ、すごいじゃないですか。お、おめでとうございます。大丈夫なんですかね、ごね、ご病気。ちょっとね。はい。お大事になさってください。あ、シューチェさん、こんばんは。あ、こんばんは、どうも。いつもありがとうございます。はい。ヨウムさん、はい、こんばんは。口がもぐもぐ食事中。あ、ご覧ね、大丈夫ですよ、全然。もう、寝っ転がって見ていただいても、何していただいても、大丈夫です。はい。あ、そうですよね。ご飯食べながら、寝ながら、お風呂で。いいですね。ジャーヘッドイエローハートさん、いつも見てます。あ、ありがとうございます。お、ハイボール飲み、あ、ビール飲みながら、はい、うん、今、ハイボール、ビール飲みながら見てます。どっちやね、2杯すごいですね。はい。エリゴンさん、あ、見ました。はい。はい。ヨウムさん、明日、ウクレレでついていきます。今日は、視聴だけ残念。あー、なるほど。あ、明日届くんですか。おめでとうございます。ついにですね、ついにですね。はい。というわけで、まあ、もう誰でもね、最初、この曲からぜひぜひ始めるといいんじゃないかなということで始めました。全部で4つのコードが出てきてます。で、これをま、ずっと繰り返していくんですけども、まずこのフォームですね。改めて、皆さんフォーム大丈夫でしょうか？僕何回も、多分この初心者向けの90分ライブレッスン、まあ、何時間目まで続くかちょっとわかんないですけども、しつこくちょっと言わせていただきますとですね、まあ、ストラップあるなし関わらずなんですけども、体正面に対してですね、右斜め45度に、ウクレレが来るように斜めに持ってください。こんな感じです。裏側こう飛び出て、ね、裏の木が飛び出てますよね、半分くらい。これちょっと正面からだとすごくわかりにくいんですけども、結構斜めに持ってます。こんなにね、空いてるので。体正面に対して、もう、こっちですね。サウンドホール向いてます。結構、先入観的にね、このサウンドホールから音出るんだから、こう、正面向けてこういう風に弾こうみたいな、する方多いと思うんですけども、これですね、左手がですね、ちょっと、あれかな？自分が見えにくい。あ、こっちに行けばいいのか。はい。あれ？何を話してたっけ？まあ、いっか。忘れちゃった。なんだっけ。はい。あれなんだ、マジで、何これ正面向いてますよね。こうね、まっすぐね。で、こう斜めに向けてやると。で、こう、あ、そう。こうやって引いてしまうとですね、肘がこうやって、ここぶつかっちゃって、こう、指が広がんなかったりとか、高い方を引きにくかったりとか、こうやってね、見えやすいんですけども。で、見るときって大体こうなっちゃうんですけど、で、ね、ずっとそのまま行くみたいな感じになっちゃうんですけども、正しい姿勢というかですね、こう一番負担が少ない、自然なフォームっていうのは、指板が見えないんですね。押さえるとこ見えません。なので、上にまあポジションマークとかがついてるので、そこをめがけて、まあ押さえていったり、もしくは一瞬いいです、こうやって。フォームってね、グラデーションみたいにどん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 移り変わっていくものなので、固定しない方が逆にいいとは思うんですけども、はい、まあこんな感じで、まあも持っている時もいいと思うんです。押さえるとこね、こう確認したりとかいろいろね、分かんないからこことこことこことか言ってこうやってるうちはしょうがないと思うんですけども、まあそれは一瞬、まあフォームが一瞬崩れてるからしょうがないなっていう体でされるといいかなと思います。なので、まあここに戻るようにね、少し時々心がけてもらえるといいんじゃないかなと思います。はい。なので、これぜひね、気をつけてもらって。そして、これですね、いろんな右手の弾き方、これも含めてですね、今日お伝えしたいと思います。どんどん繰り返していく途中にですね、右手いろいろな奏法、全部で4つやりました。その4つを、まあ、いろんな曲で、いろんなタイミングでやっていくと、まあ、いろんな伴奏ができるよねってことで、ここで今日、皆さんに、まあ、ネタを4つほど、提供できればなと。思います。はい。大丈夫でしょうか。で、まず最初にですね、この前回の、レッスンで最後の方にちょっとだけやったんですけども、親指でこうゆっくり弾く。じゃらーん。
じゃらーんってやつですね。これ1番の、丸1の、このパターンなんですけども、はい。まず右手はですね、まあ、最初何も押さえなくていいです。このまま、ボロロローンって。下4本の指を、まっすぐ、ウクレレに乗っけてください。第一関節までです。この、下の部分ですね。ここ、ひらじゃなくて、ここです。で、これ、斜めとかじゃなくて、ちゃんとまっすぐ立ててください。そして、あとは、この、くぼみのところに、指を4本乗っける。これも、できるだけやめてください。こう、不安定なんですよね。こういうふうに。なので、結構奥にしまってもらって、ここ4本の指、もう肩の部分に乗っけてください。こうまっすぐドンと第一関節まで置いたら、まあ、ちょっとこう開く感じですかね。はい。で、人差し指の位置がすごく重要なんですけども、親指でこうじゃらんじゃらんしたいのに、人差し指が上の方にいると、こう邪魔なんですよね。一弦が弾けなくなります。ここで結構弾いてる方多いと思うんですけども、あれね、一弦弾けてないんじゃないかな、もしくはなんかこっちの方に下の方に来てたりとか、なんかやたら上の方で弾いたりとかされてると思うんですけども、人差し指を、まあ、単純にこう下に下げてもらえれば親指の可動範囲が結構広がるのでよく動くようになると思います。上から下まで。で、親指はちゃんと上向きにしたまま、結構自分親指反るんですけども、反り返っちゃうんですけども、上に向けたままこんな感じで全部の弦に対して同じ角度で親指当てたいんですね。で、だいたい最初サウンドホール付近、サウンドホールの上ぐらいで弾かれるといいと思います。なので手首が結構こんな感じになります。ちょっと最初きついなと思ったらこう少し弾いてもいいと思うんですけども、まあここらですね、サウンドホール付近で上の方でも弾いてもいいと思うんですけども、ちょっと音色変わるの分かりますかね。ちょっとぽやーんと柔らかい感じになります。で、こっちが行くと分かりますかね。音ちょっと硬くなるんですよね。で、これは選択肢なのでどこで弾いても OK なんですけども、まあ親指でゆっくりチャラーンって弾くとき、まあ今日はここら辺でちょっとやってみましょうか。サウンドホールの上です。で、そうなると親指結構まっすぐ立ちます。弦に対してこう斜めとかじゃなくてまっすぐで、自分は爪があるので爪の先端部分で、先端のね、ちょっと平らになってるじゃないですか、先端の方って。そこら辺でこう弾いていきます。もちろん爪の裏もこうスポンジの、ヤスリのスポンジでまあこうシャッシャッシャッシャやりまして滑らかにしてます。これなんかいろいろ引っかかりがあるとですね、なんだかんだザラザラジャラジャラしたらなんかガチャガチャした音になっちゃうので、結構裏大事なんですよ。なのでね、もしの爪伸ばされてる方とかいらっしゃったら、ちょっと裏側もですね、こう滑らかに削ってみるといいと思います。スポンジ型おすすめですね。ブニョンってこうなんでしょう、こう埋まるので、ほんでそうシュシュシュってやればやるだけでなんか自然と滑らかになるはずなので、なんか板とかね、ガラスの板みたいなやつでこう硬いやつでシュ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 ってやってもなかなか難しいんですけども、スポンジタイプのやつはめっちゃ楽ですね。はい。で、親指上から下に同じ角度で下ろしていきます。で、そうなってきた時に手首で弾かなきゃいけないんです。手首を下ろす、こういう風に。これがですね、大体の方はここなんか手首ガチッとなってしまって親指だけでこう弾こうとします。こんな感じですね。そうなると親指が4弦、3弦、2弦、1弦とそれぞれ当たる角度が変わるんですよ。っていうことは全部の弦が均等になってなかったり、今みたいにバリ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 引っかいたような音になっちゃうので、弦楽器はですね、基本的に滑らすとか擦るとか、撫でるとか、なんかそういう感じでですね、あんまこう弾くっていうのをなんかしない方が音色とか音量の調整がしやすいんじゃないかなと思いますので、こういうふうに親指上に向けたままスルスルスルっと下まで滑り下ろしてもらって、さらに最後親指ペタンと、このボディに当ててください。トン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 ですね。そうすると1弦までしっかりなりますから、めちゃめちゃいいジャラーンの音が全部の弦均等になります。
はい、なのでちょっとそこをですねちょっと工夫してみると、あのいきなり多分お持ちのウクレレめちゃめちゃいい音になってくるんじゃないかなと思います。こんな感じですね。はい、結構曲がなんか終わるときってこの親指ポロロローンで終わることが結構多いと思うんですよ。なんかこんなイメージ、なんかあの終わった感じがめっちゃするじゃないですか。その時にこうあの今このフォームをしっかりシュッとこうやることによってなんかかっこいいねっていう、はい、感じなので、必ず全部の弦が均等になるように親指で弾いてってください。じゃらーんです、パラーン。最後親指ね、ボディにピタってくっつけることによって一弦がしっかりなります。トントントンバーンですね。はい、一番高い音一弦なんですけども、これがあんまり鳴ってないとですね、こんな感じで、なんかこんな感じでですね、なんか鳴ってんだか鳴ってないんだかっていう、なんかシャキッとしない感じになっちゃうんですね。なのでしっかり下まで下ろしてください。意外と皆さんここら辺でストローク終わっちゃってる方多いんですけども、ちゃんと下まで、結構自分見えにくいところまでこうね、あの下ろしていく感じですね。はい、奥までちゃんと下ろしてください。うん、大丈夫でしょうか。はい、じゃあヘッドさん、SS はリペア出していて5ヶ月ぶりに帰ってきました。あ、そうなんですね。あ、5ヶ月ぶり、結構かかりましたね。ねえ、リペアでそんだけって相当ですね。45度前に、そうなんですね。そうですね、結構ギターの方もそうだと思うんですけども、こうね、やっぱ正面に向かなきゃっていうちょっとこうイメージ、先入観あると思うんですよね。で、斜めにしてもらって、あとすいません、このウクレレヒール部分がここに裏側あるんですけども、これが溝落ちの前です。ここなんですよね、溝落ちの前って。これ大体結構皆さんこういう風に前に出ちゃってる方が多いんですよ。もしくは多分こういう感じですよね。正面がこうか、これでいいのかな、こんな感じ。なんかやたらこの左手がこう上がってたりとか、なぜかこっちの方で頑張って弾いてるとかですね、なんてことはない。ちょっとこう引いてもらって、結構引いてもらって脇腹入る感じです。背中結構後ろ出てますよ、ボディ。はい、なので結構なんでしょう、斜めに結構持ってますね。こう見るともう脇で挟まってるイメージですか。はい、まあ、上腕がね、普通に座ってる時とこう持ってる時であんまり動かなければいいかなっていう感じです。はい、なるべく疲れない方がね、いいと思うので、あとなんかウクレレがねブレすぎないとかね、弾いててブレないようにって。はい、おジャーヘッドさん、すごい、そのウクレレはカマカですか。ジェイクのストラップですね、私も持ってます。おお、素晴らしいですね。そうですね、これカマカですよ。はい、ジェイクのモデルではないです。ジェイクさんのモデルのブルーですよね。ジェイク、ブルーブルーエディションなんだか、ブルーが。あれ、なんか70万円ぐらいするんで、ちょっと、手が出ないですけども。一応、これ多分、現行で、一番、お高めのやつだったかと思いますけども、頑張りました。はい。白米と梅干しで乗り切ろうと思います。はい。あ、ジョイントの部分でね、ストローク。そうですね、そうですね。はい。あ、あつこさん、カッティング。お、カッティングもちょっと後々、ちょっとね、説明す、進んでいったらやってみましょうか。はい、じゃあヘッドさん。お、すごい。1月に、爪切り折りました。うわー、爪ね。あ、接着剤。釣り用ボンド。あ、そうですか。爪もね、やっぱ俺割れちゃうのでね、なるべく長くしない方がいいと思いますよ。なるべく短くいい音が出たら、それに越したことないと思うので、なるべく伸ばさないという。今ちょっと自分もこれ親指、なんか伸びすぎかなーっていうのはありますけども。わかりますかね？ちょっと。はい。はい。
お、ジョンヘッドさん。ピックは、テイクアウトのコーヒーカップの蓋で作ります。マジっすか。すごいっすね。はい。あ、ゼファレンさん。あ、こんばんは。で送りました。はい、こんばんは。はい。あ、リペアさんが一回失敗して、再度やり直しまったから、それひどいっすね。最悪っすね、それ。失敗しましたって連絡来たんですかね。もう激怒ですよね、それね。ひどいな。はい。あ、カモからコンサート。あ、もちろんですね。おー、すごい。基本の持ち方チェック。大体できてそうで、あ、いいですかね。はい。これね、もし、不安だったらね、拝見できればと思いますので、カフェトークというね、オンラインレッスンサイトで、オンラインにしてますので、そこでぜひね、フィードバックさせていただければと思います。はい。あとはね、ご自分でね、チェックするしかないという。はい。あ、シューチャーさん。あ、カマカ、今日もいい音ですね。ありがとうございます。シューチャーさんもカマカ、いいのお持ちなんじゃないですか？ひょっとして。はい。大丈夫ですかね？はい。あ、こんばんは。はい。大丈夫でしょうか？爪、結構、いい感じですね。あ、長い感じですね。あ、そうですね。長いですね、今ね。親指だけです。他の指は、極力、伸ばしてないですけども。親指はちょっとね、伸ばして、見えにくいかな。黒いところで。そうですね。あ、結構伸びてますね。そろそろ切ろっかな。はい。はい。というわけで、ね、ちょっとね、やっていきましょう。ですね、今 C、親指ですね。親指でじゃらーんとこう。ね、はい。開放弦きれいに鳴らしてください。全部の弦がしっかり均等になってるようにするのがポイントです。ここら辺で終わったりしないと。あとなんか、こう、ベタッと寝て、なんかこういう風にしたりもしないですね。ちゃんと、ね、手首で下ろしていきます。下から上、親指上にこう当てて、親指上向きのまま、スル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 と落とすと。はい。丁寧にやってみてください。で、そしたらですね、これが、ストロークリズムパターンの1番ですね。じゃらーんって、これ全音符です。伸ばします。じゃらーん。で、1、2、1でね、じゃらーんってやって、1で、2、3、4と、2、3、4と伸ばします。伸ばしてる、弾いてない時もちゃんと拍数えてくださいね。はい。で、これを、まあ、C のコード、Am、F、G7、C というふうにやっていくんですけども、じゃあ、ここで初めて、じゃあ、左手の、コードの、押さえ方ですね。まず C からいきます。ん？こっちがいいかな？同じか。はい。これダイアグラムって言うんですけども、皆さん改めてダイアグラムご存知でしょうか？このなんかマス目みたいになったやつですね。これダイアグラムと言います。で、これ何かというと、ウクレレの、まあ、ここの部分をそのまま絵にしたような感じで、縦線、ん？横線か。横線が、上からですね、4本あるんですけども、一番上が1弦です。で、2弦、3弦、4弦ってなってるんですけども、ウクレレはこう持った時に奥ですね。一番奥から1弦です。向こう側から1弦、2弦、3弦。で、一番手前が4弦と、4本になってます。で、これですね、ウクレレこう、くるりんぱと、くるりんぱと、ういえて、はい。こうしてもらうと、まあ、上から1弦、2弦、3弦、4弦。1弦、2弦、3弦、4弦です。この図と、全く同じ、向きになるので、なんかこんがらがったらですね、こう、くるりんぱとしていただいて、ちょっとね、眺めると。はい、どこがどこでっていう。で、縦線が、端っこですね、左側が、2本線になってますから、これが、この、ウクレレの端っこの弦のね、端っこの白い部分です。で、右に行くにつれて、1フレット、2フレット、3フレット。っていう風に、この縦線ですね、この鉄の仕切りがフレットって言いますから、これが半音区切りで打たれているので、端っこから1フレット、2フレット、3フレット。っていう風に数えていきます。で、4、5、6、7、9、10、11、12、という風に数えていきます。で、一番上の C ですね。C は一番上の横線の3つ目に、入ってます。黒丸。ここを押さえるっていう意味です。で、中に、自分はですね、押さえる指書いてあります。く。ということで、薬指ですね。薬指、リングフィンガー。これを、1、2、3フレットですね。1弦の3つ目のフレットに押さえてくださいと。ここです。
1弦2弦3弦4弦って4本あって一番奥の1弦の端っこから1、2、3、これ数えてください。1、2、3、はい。で3つ目です。で押さえる時のポイントなんですけども、これどのギターあのどのコードを押さえる時も同じなんですけども、なるべくそのフレットの中って結構幅があるんですよ。こういう風にこんだけありますよね。で同じ力で押さえてもこっち側は割と なるんですけども、こっちが行ってしまうとですね、まあ、こんな風にして音鳴らなくなっちゃうんですね。これ俗にビビるって言うんですけども、こうビビってるんですよ、これ。あちゃーって感じです。はい。でこっち側にずらすと、まあ、同じ力でもちゃんとなると。というわけでこのフレットの中のなるべくこっち側です、ボディ寄りを、押さえていくことがウクレレ弾く人にとって、めちゃめちゃ重要なことになるので、これ常に意識するといいと思います。もしくはまあ音出ないなって思った瞬間にチェックするっていう、あもうちょっとこっちかよいしょみたいな感じでやってください。結構1ミリ単位とかで音出たり出なかったりするので、怖いですよね。ここなります。ここら辺からもうちょっと怪しいですよね。これもうかすっちゃってる。はい。なのでここをピンポイントで毎回押さえなきゃいけないんですけども、まあそれもちょっと後でねフォーム左手でご説明していきますけども、なるべく指を立てて真上からまっすぐ指の先っちょで押さえるのがポイントです。指の先っちょですね。もう指先にこうボールペンチョンってこうやった点でそこ押さえるみたいな感じで、押さえてみてください。こうベターンと指の腹でですね、爪が寝っ転がっちゃってちゃダメです。こんな感じで指の腹って柔らかいので、なんか力が分散してなんか思うように力をこう加えられないんですよね。なんで指先です。指のもう頂点、先っちょ部分、爪が長いと押さえられません。爪はなるべく短く切ってください。左手のみ爪が長いともうアウト、弾けないです。お気をつけください。長い、どうしても長いですって場合はしょうがないですね。もうギリギリまで短く切ってもらって、ただ深爪にならないように注意してもらって、でまあ工夫して押さえるっていう感じです。はい。自分はもともと爪ちっちゃいので、肉よりね爪が先出ないんですけども、もっとね出てる方もねいらっしゃると思うんですけども、ちょっとそういう方は工夫しないといけないですね。はい。なので、なるべくフレットの中のボディ寄りを指から真上からまっすぐ指の先っちょで押さえてください。ちょっと下から潜り込ませてちょっと押さえようじゃなくて、結構指前にガッて出した方がいいですね。そこから真上に下ろすっていう感じです。はい。で、これがまあ薬指の、1弦3フレットを押さえます。で2弦3弦4弦は C のコード何も書いてないんですけども、これ左端に丸が書いてあるんですよ、ちっちゃい丸。これですね、開放弦っていう意味です。開放弦は何も押さえないでそのまま鳴らした弦、これを開放弦と言います。先ほどもこうジャラーンってね開放弦でポロンと練習してました。はい。でこの開放弦をまあ鳴らしますよってことで端っこに丸ついてますから、これ見落とさないようにしておいてくださいね。はい。鳴らします。で薬指押さえて全部上から下に鳴らすと、これが C のコードになります。もう C と書いてあったらですね、他の曲でもまあこの押さえ方すれば大体合います。 C のコードね、伴奏でドミソの音が鳴りますから。はい。でさらにちょっと後々になっちゃいましたけども、左手のこのコードを押さえる時のフォームなんですけども、まずですねこれ握手を求めるこのポーズしていただいて、人差し指は水平です。ここ水平で、ここも直角、横じゃないです、まっすぐ。ここもこういう風に上になったり下向きになったりせず、ここ水平にしてください。で親指まっすぐ上に伸ばしておきます。こう曲がったりせずに真上まっすぐ伸ばしきってください。はい。でこんな感じになります。でそしたらここにですね、この水平の部分にこのネックの端っこ、もうヘッドの部分ですね、ここにくびれてるところ大体皆さんあると思うんですけども、ここに乗っけます。だから弦の向こう側ですね、こっち側じゃなくてこっち側、この白い弦の端っこの
奥です。でここに乗っけます。ここまだ水平です。これ横になったりもしません。こういうふうに上になったりこう下になったりもせずにまっすぐ水平です。でそしたら奥までこれドーン奥までやってください。親指はまだ上からまっすぐです。でこれここの水かきです。親指のこの水かきの部分で裏側支えます。で、ネックは乗っかってます。この、人差し指の付け根というんでしょうか、ここですね。はい、この時点でまだ人差し指こうまっすこの4本の指まっすぐにしておいてください。こう寝たりしちゃダメです。ここくっつけない、ここだけです。ネックにこの裏側のこのネックの部分ですよね、ここら辺握るところ、ネックに裏側くっつくとこって実はここだけです。ここだけ手のひらがベタってくっつくことはもうほとんどないです。でこのままここにくっつけたまま縦にしたままですよ。ここいいですか、こう横になったりせずまっすぐのまま、このまま指を折り曲げてもらって押さえます。コードとなると結構もう指の付け根がですねここにあって、弦がここですから弦より向こう側に指の付け根が出てるわけです。そしたら折り曲げれば真上から自然とドーンってこうね落とせます、こう指を。で横から押さえるような感じになります。結構親指上から出てなくて下に持ってきてこういうふうに真下からこうやって押さえようって思ってる方もいらっしゃると思うんですけども、これはですね中指を離すとこう落ちたり動いたりしちゃうんですよ。親指がここにあるってことは何か挟んでないとこうネックがぐらついたりこう離れるとこう落ちたりとかですねしちゃうんですけども、ここでもともと落としとけばコードは何をどういうふうに動かしても、離しても4本の指離しても落ちない、固定できるっていう状況を必ず作るんですね。じゃないとコードチェンジがスムーズにできないんです。 C から Am 行こうってなったらこの薬指離すとこう落ちちゃうんで、薬指押さえたまま中指こう持ってきて離すみたいな感じで綱渡り状態ですよね。これだとスムーズなコードチェンジが絶対にできないので、ここにもう落とします。でドン奥まで、はい、必ず奥までです。ここベタベターンってここくっつけてください。わかりますかね。こんな感じですね。で横に向いたまままっすぐ折り曲げると、はい。でねウクレレもですねこう水平だぐらいまでだったらまだいいんですけども、下になっちゃったりとかこうね斜めになったりしないようにね気をつけてくださいね。はい、まあ、フォームに関してはね前回のやつとかもまたちょっと改めて見てもらえればと思うんですけども、ここです。斜めから押さえます。はい、ちょっと違和感ある方も多いかもしれませんが、斜めになります。で、これが C のコードです。薬指で押さえてください。薬指です。中指でもないし人差し指でもない、まず薬指、全部の指でもちろん押さえる可能性は大いにあるんですけども、まずは薬指でちょっと今日はやってみてください。はい、鳴ったでしょうか、大丈夫でしょうかね。こんな感じ大丈夫でしょうか。はい、そしたら、次ですね Am というコードになるんですけども、今度は4弦2フレットですね。上から1234 4つ目のコードの、2個目、12ここですね。これを中指で押さえてください。中指です。人差し指でもないし薬指でもない、中指です。で上から下にジャラララランとこう下ろしてもらって、でこの時中指が、寝ちゃってるとですねこういう風に他の弦にはもちろん当たっちゃってならないというわけなので、真上からシャッとこう立ててこうねアーチ状にならないとダメですよね、他の弦に当たらないように。なので第一関節しっかり立てる、やはりねここでも重要ですね。第一関節しっかり立てて指の先っちょで真上からまっすぐ押さえていきます。はい、これが Am です。
ちょっと最初4つ覚えるの大変かもしれませんが、 C、 そして A マイナー。はい、実はこれでですね、もうこの曲も半分以上実は制覇してる感じですね。はい、でまあ最初この C と A マイナーちょっと慣れてもらって、で次 F とかなんですけども、はい、ちょっとここでチャットを、はい、KO さん、はじめまして。あ、はじめまして。こんな感じでやっております。はい。じゃあ、ヘッドさん、タブフ。カタカナ、あ、ひらがな。高さは、溝落ちの辺です。はい、そうですね。日吉先生の、教則を見るといいかな？あ、そうですか。はい、見てください。はい、じゃあ、ヘッドさん、薬指で、C を押さえる。はい、そうですね。うん。別の C のコードを教えてください。それちょっとダメ、ダメっていうか、今度です。今度でお願いします。ちょっと今日は、スタンドバイミーという趣旨がありますので、はい。ずんだもーとさん。ずんだもーと、この。お、あ、もーとってあれ、マダガスカルのもーとかと思った。はい。ですかね。ずん、はい。初コメです。あ、こんにちは。こまわか。左指押さえる力加減大体どのくらいがいいんでしょうか。これまあ音が鳴れば OK です。ただ強くやりすぎると、ピッチがですねちょっと上ずっちゃうんですよね。弦を余計にこう押さえつけてしまうので、その分弦がこう引っ張られて、で音程が上がっちゃうっていうのがありますから、まあ音が出るギリギリのところでソフトタッチですね。で指先ちょっと後つくと思いますけれども、頑張ってください。最初ちょっと指先ヒリヒリするかもしれませんが、硬くなってきたりですねするので、あんまり結構これも本当になんか指の力ない方とかはどうしてもふにゃんってこうね、なんか第一関節こう寝ちゃったりとかしやすいと思うんですけど、グッとこう押さえてください。やってるとだんだん指の力ついてくると思うので、で、そうすると、指の力がつくと脱力もできるようになってくると思うので、はい。なので、大体どのくらいというと、まあ、音が鳴るっていう、はい、力具合です。はい。鳴らなきゃダメっていうですね。はい。うん。最初ちょっとね、痛いかもしれないですけどね。これも弦高調整とかね、ちゃんとしてもらえると全然痛くないんですけどね。はい。あ、じゃあヘッドさん、今度クレイジー G を弾いてください。はい、わかりました。はい。じゃあヘッドさん、第一関節の上、あたり、第一関節の上。ん？はい。弦を押さえてちょうどいいところを見つける。弦の種類によってテンションが違う。おー！そうですね。確かに弦の種類によっては、その弦の硬さちょっと変わってきますね。フロロカーボン弦とかだと細くて、多少最初抑えやすいかもしれないですし、ナダリオ弦はですね結構硬くて不評なんですけども、僕は結構好きで、張りのあるこのね、これダダリオですけども、硬いからこそのなんかかっこいい音みたいな、柔らかすぎるとですね、なんかボヨン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 いうような感じがして、それもなんかウクレレらしくていいんですけども、僕ちょっと硬めの方が好きかなっていう、感じで使ってますけども、はい。あすこさん、納得、納得です。あ、大丈夫でしょうか？何か、ね、納得されましたか？よかったよかった。はい。基本の4つのコード。そうですね。はい。ワセリン塗ってます。え？何にですか？ワセリン？ワセリンって顔に塗るやつじゃないんですかね？はい。今、あれですかね。お風呂上がりタイムとかですかね。はい。で、これが A マイナーになりました。何ですかね。で、次 F なんですけども、これがですね、先ほどやったフォームで F のコードを押さえてやるとすると、人差し指きついですっていう方が結構大半なんじゃないかなと思うんですけども、これ頑張ってください。ですね、結構第一関節まっすぐになる感じです。もう逆反りしてるぐらいのイメージですね。何しろ、このネックが動かないように、全部の指を離してもネックが動かないようにしつつ F を押さえるので、まあ横からになりますよね、こういう風に。で、親指下に持ってくると、まあ、ストラップの種類とかにもよりますけども、
まあ、多分抑えやすくなるんですよね。でもコードチェンジ、次のコードに移るとかになって、いろいろなってくると、ちょっと不都合がね、生じてきやすいかなと思うので、親指、上に出したまま。で、横からですね、こう、斜めになるように。こう、まっすぐじゃなくて、斜めになるように、持ってください。とにかく素早いコードチェンジをね、しないと、曲に合わないので、タイミングにね、もう置いてかれるっていうね、ことになっちゃうので、まあ、なるべくここ押さえつけられるといいと思うんですけども、ちょっとこれ慣れが必要ですが、まあ、大体の方少しすると慣れてきますので、はい、これが F ですね。1弦と3弦が開放弦なので、この2本の弦に当たらないように、人差し指と中指を押さえるという感じです。ちょっとやっぱこうね、角度、まあそれぞれ人それぞれね、あると思うんで、ちょっとこういろいろ動かしたりしてですね、当たらないところをやっぱり探してください。その上でここをね、乗っかってたら、ラッキーっていう感じですかね、最初はね、やっぱり。はい。で、次、G7 に入りますが、ここで大事なのはですね、コードチェンジって、同じ弦、とか同じ指の部分をなるべく動かさないようにして次のコードに進む。これがですね、めちゃめちゃ重要になってきます。C から Am はまあしょうがないですよね。 C から Am で、そしたら次 F なんですが、この曲って Am から F ってほら見てください。気づいたでしょ。気づいてない、よく見てください。この中指が同じ場所なんですよ。なので中指離す必要ありません。なので人差し指そのまま F になったら、よいしょと1個追加する。これだけで F になりますから、いちいちこう離さないようにしてください。これなんかね、楽譜見てこうやってとか、はい、ここやって、はい、終わった、フー使えた、はい、次のコード、ここか、みたいな感じで、なんか一度なんか仕切り直ししちゃうんですけども、これ音楽って続いてますからね。なので、ちょっと前後の関係をよく、鑑みた上で指使いを考えていくというのが、めちゃめちゃ重要になっていきます。で、ここだと Am から F は中指一緒だから、そのまま中指。まあ、そのままで、人差し指を、よいしょ、置くという感じです。ここね。で、そしたら次、F から G7。はい、共通しているとこはどこでしょうか。チック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 、ポーン。はい。人差し指ですね。人差し指が、同じ場所ですから、人差し指を動かさない、離さない。で、中指は1本下にずらすだけですよね。4弦から3弦に持ってくると。で、そしたら薬指を1弦2フレットに持ってくれば OK なんですが、もう F の時点、次 G7 来るぞって思ったら、余裕のある人はですね、もう G7 の形、もう薬指だけはちょっと上空待機ですね。結構使ってない指も、次のコードにはすでに向かってるっていう感じにすると、実はめちゃめちゃ効率的なんですけども、押さえてる指にしかね、最初多分なかなか意識がいかないと思うので、スムーズにしたいなと思った時は、ちょっとそういう風なことを考えてみるといいかもしれないです。で、G7。ですね。はい。これが G7 になります。親指で先ほどみたいに1本ずつ弾いてチェックしてください。これなんかこれなんか、鳴ってますか？鳴ってますか？っていう人多いんですけども、これね、1本ずつ弾けばわかるんですよ。こんな感じで、1本ずつチェックしてください、必ず。これが、なんか1本だけこう音、なんか変だな、みたいな。絶対気づけるので。でそしたら左手見ます。で、鳴ってない理由、コードが鳴らない理由って大体3つあるんですけども、1つが、指の力が単純に足りないとき。小指とかですね、こうふにゃーって最初、ふにゃーってこうなってるので、なので、それをちょっとね、最初、なんか、ってやってもこうなんか全然力入んないとか、まあそこまでちょっと大げさですけども、はい、時があるので、そこをしっかり押さえると。ギュッと。で、あともう一つはですね、指の場所が悪い。先ほどお伝えしたように、なるべくフレット内のボディよりこっち側を押さえないといけないので、フレットの真上になっちゃうと、音は出ないですけども、その真横ぐらいですね、ここで押さえと。ちょっとこっちが行くとね、こうなっちゃうんで、なるべくフレットの中の、あ、もうちょっとこっちだ。よいしょと。なんか指でこう、なんかね、こうやってもいいかもしれませんが、音を鳴らすと。はい。で、それが二つ目です。で、三つ目が、他の指が当たっちゃってる。です。例えば、まあよくあるんですけど、指の腹がこう、やっぱ下の弦に当たっちゃうみたいな。こうね。
はい、単純にこれ指寝てるんですね。まっすぐ立ててください。第一関節まっすぐ指先立てるというので、他の弦に当たらないようにするわけなんですけども、なかなかそれが最初力入りにくかったりすると思うんで、ある程度のところで、まあ、ちょっと無理かなと思ったら諦めてもらって、しばらくちょっとその形でずっとやっていくんです。で、指動かしていくとだんだん力ついてきますから、筋力なのでね、すぐ上がらないと思うんで、そこはちょっと気長にやってね、もらえばいいんじゃないかなと思います。はい、 G7 こんな感じですね。はい、大丈夫でしょうかね。なるべく真上からまっすぐ指の先っちょで押さえると。はい、赤嶺さん、先生の動画にありますよ、クレイジージー。あ、そうですね、よかったらご覧になってください。このライブでもね、やるとね、楽しいですけどね。はい、あ、忘れ指に塗ってるんですか。あ、なるほど、保湿ですかね。はい、奥村さん、こんばんは。 U900SGR さん、はい、なんかロボットですかね。はい、こんばんは。未来から来たロボットかな。こんばんは。フロロカーボン源って消耗しやすいでしょですか。あ、しやすいです。1ヶ月前に変えたばかりなのに、もう一弦がささくれてきました。ご愁傷様です。張り替え時です。残念。はい、ワースとかでしょうかね。フロロカーボン弦はですね、使っていくとどんどんささくれてくるんですね。このフレットのこの鉄の部分とこう擦れて、なんかささくれ、なんか裂けるチーズみたいな、なんかそんな感じで裂けてくるんですよ。そこが指に引っかかって、なんか痛いとかね、いろいろあるんですけども。なので、フロロカーボン弦は確かに消耗しやすいです。で、ささくれた時にどこまで自分が許せるかで、張り替え頻度を決めてください。はい、音は、よくわかんないです。どうなんでしょうね。ささくれ、なんか引きずれーなーっていうイライラがずっと残りつつ、なんか引くような感じですよね。はい。はい、ずんだモートさん。引いてるうちに指に力が入ってしまったりしているようなので、脱力を意識しようと思います。そうですね、リラックス。リラックス。OK、リラックス。キープリラックス。はい、今のジェイクの真似です。OK、OK、リラックス。結構、ジェイクの教則本見るとちょっと面白いですよ、なんかね。はい、アロハーとか言ってね。はい、ニコニコってめっちゃ癒されますよね。はい、はい、ジャヘッドさん、いろんな弦を試してください。好みの弦質見つかります。そうですね、最初3択だと思うんですけども、フロロカーボン弦かナイロン弦か、ナイルガット弦、その動画もよかったらね、ぜひ出してますので、最初どの弦がいいかなっていうのを、いろいろ、ね、探ってみてください。あ、鈴木ナタシャさん、あ、こんばんは。こんばんは。はいですね、大丈夫ですか。 C と A マイナーとそして F G7で、また C に戻る。これが、スタンドバイミーのコード進行のすべてです。大丈夫でしょうか。はい、ちょっと練習してみましょうか。大丈夫ですか。一緒に、多分映像とこの音が若干ずれてるので、僕の手元見ると分かりにくいかもしれないので、ちょっとそこだけ気をつけてくださいね。なんかね、やっぱ生配信ってちょっと時間差、タイムラグがですね、どうしても発生しちゃうので、やってみましょうか。曲始まったら全部この1番ですね。このストロークリズムパターン1番、1のタイミングで、1、2、3、4、1、2、3、4、そして Am、1、2、3、4、1、2、3、4、で人差し指追加で F、1、2、3、4、そして G7、1、2、3、4、はい、よし、1、2、3、4、1、2、3、4、また最初に戻って C、2、3、4、ここずれないように2、2、3、4っていう感じで進んでいきます。テンポ80でやりますけども、早いなと思った方はですね、ぜひアーカイブ残しとくので、これ YouTube の動画ですね、残しときますので、それでご自分のブラウザで YouTube ってゆっくり再生できますから、ちょっとそれでなんか練習してみたいとかね、やってみてください。いきます。
ワン、ツー、スリー、アフォー。一、二、三、四。もう一回一、二、三。で、Am いきます。一、二、三。中指ですね。一、二、はい、人差し指追加して、はい、F、二、三、四。そして G7。一、二、三。はい、次 C。一、二、三。ついてきてますか？一、で、また最初に戻って C です。中指で今度 Am。 1、2、3、4、1、2、3。 はい、 F、 人差し指追加。 3、4、G7、 人差し指そのまま。最後薬指スッと出せば C です。 3、4、1、2、3。 また最初に戻って C です。 3、4、1回。 中指で Am の こんな感じになりますね。はい、これがスタンドバイミーワンコーラス。まあワンコーラスできればこの曲全部できますから。はい、ただね、他のなんか曲に合わせようと、他のスタンドバイミーに合わせようとした時にキーが合えばねいいんですけども、これ今キー C になってますからね。普通この曲って A とかなので、はい、大丈夫でしょうか。ここまで 1、2、3、4 数えて1のタイミングで弾くと。で、2、3、4数えないと次の一拍目わかんないですからね。そこぜひ、くれぐれも自分で拍数えてやってみてください。なんか伴奏に乗っかるっていうのもありなんですけども、まあ、乗っかりつつもぜひ一緒に数えて、オケと並走してるイメージがね、やっぱ大事なんじゃないかなと思います。はい。できたでしょうか。で、これまあゆっくりね、ちょっとね、練習してもらって、次、2番ですね。四分音符で今度弾いていきます。左手そのままなんですけども、どんどん忙しくなってきますよね。で、これ、まあ、親指でやってもいいんですけども、今日ちょっと人差し指でやりましょうかね。人差し指でこう、じゃん、じゃん。はい、こんな感じになっていきます。人差し指なんですけども、これ人差し指で弾くんですけども、他の指はですね結構どうなっててもいいんですけども、人差し指をこう支えたりとかですね、親指でこうくっつけたりとか、なんか固定したりとかすることを絶対にしないでください。ダメです。下の3本の指は、まあ、思いっきり開くか閉じとくかして、人差し指の邪魔にならないようにしてください。で、まあ、大体まあ思いっきりパーしていただいて、で、人差し指だけクイッと曲げます。で、あとは人差し指、さっき言ったリラックス、リラックス、オーケー、リラックスです。はい。指先力抜いてください。こう、プリンプリンプリン。もう、ちょっと気持ちいいですよね、これね。第一関節もできます、これ。できます皆さん。これね、プリ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 っとしてます。これ第一関節、全く力入ってないですね。これ、まあ、できる必要ないんですけども、これはね。これ、まあ、ふわんふわんふわーんってなるといいですね。はい。で、これで、爪の甲を使っていくんですけども、深く当たったりとかね、すると指当たって痛いですから。で、弾く場所は結構ここら辺で弾く方多いと思うんですけども、このサウンドホール付近。ここではなくて、こっちです。12フレットの上ぐらいをちょっとまず目標にしてみてください。ジェイク斉藤。はい、あ、そうですね、140人で合奏してるかと思うと、心の中でも合奏してると思うとなんかテンション上がりますね。今なんかね、すごい部屋にしたらもうすごいですね、なんかね。はい、ちょっとしたホールで、はい、で12フレットで、まあ付近でストロークしてください。
12フレット、まあ、もしくは14フレットとか、まあそこら辺ですね。とにかくこのボディがここにくっついてますよね。ここね、ネックがこうあって、ここ、くっついてます。このボディより向こう側でちょっとやってみてください。ここら辺です。意外とここら辺で小さく小さくストロークしてる方多いんですけども、まあちょっと夜ね遅いから何とも言えないんですけども、やっぱりあんまりちょっとね大きな音出さないようにっていうのはありますけども、12フレット付近です。12フレット付近で、弾いていきます。というのも、まあ、こっち側で弾くっていうのも音ちょっと硬くなったりとかねしやすいんですけども、まあ、ここでも弾くときももちろんあります。最初こちらの方がですね、腕が大きく振れます。大きく振れるということは、ストロークのですね、この当たる速さが、素早くなるので、いいストロークの基本はですね、2つあると思ってまして、まず4本の弦が、1つの音で聞こえるように素早くストロークするなんですよ。そのためにもスピードが必要なので、こうしならせたりとか遠心力使ったりとかして、大きく振って一瞬でこの4本の弦を引き下ろします。これがこんな感じでポロロポロロみたいな、ドゥルルルドゥルルルみたいな感じで、なっちゃうとですね、歯切れが悪くなっちゃうんですよね。こんな感じになっちゃいますから、はい、こういう風なイメージで4本の弦が1つの音にまとまって聞こえるように、ぜひストローク心がけてみてください。ちょっと音量が上がっちゃうので、ちょっと夜もうね9時だからお気をつけいただければと思うんですけども、で、その時にですね、人差し指はこうね、弦に当たるというか、まあ、ネックに当たるというか、当たったらリラックスです。リラックス、はい。で、自然にこうしなります。力がなければしなるんで、こうしならせてください。人差し指がの爪の先が上向くはずなので、こういう風にペロンと、で最後ちょっとこうペアーンってこう最後払うようなイメージで、こういうイメージですね。ふわーんふわーんと、そうすると指がこうね、第一関節第二関節、指の付け根もこうやって触れてますし、手首もねこうやって動いてると思います。でプラス肘も動いてるので、ここでもうね鞭のようにこうやって全部の関節を使っていくような感じで、スピードを出していきます。でこれが、まずね、キレのあるストローク、いいストロークの、条件の一つかなと思うんですけども、プラス、4本の弦が全部均等に聞こえるようにするということで、これがですね、人差し指のストローク、じゃんって上からね、下4弦から1弦、上から下に下ろすときも、なんかこういうふうにですね、巻いちゃう方多いんですよね。こうなってくると人差し指の軌道がこういう風に、まあ、4弦とか3弦、2弦とかには深く当たるんですけど、1弦当たる前にちょっとこう浅めに入って上に抜けるっていう、こういう風にですね、手の甲をなんでしょう、こうくるくる回すことによって、これもまあこの動作もありなんですけども、全部の弦は均等になってるとはちょっと言えないかなと思います。なのでここにちゃんと振り抜いていくと、ボディの幅より大きく振ってるの分かりますかね。こういう風に、これがですね結構、まあ最初皆さん手首がね こんな感じになったりとかねしやすいと思うんですけども、なるべくリラックスしていただいて、上から下にこう振り下ろす。で、人差し指は1弦の真下なのでここなんですよ。でここって自分からは見えない位置です。ネックの向こう側にあるんで見えないんですよ。指先が見えないところに振るってのが怖いんで、多分こういう風に上に上げてると思うんですけども、下までちゃんと真下に下ろす。ここでちゃんと4弦から1弦が均等にこういう風にこうね当たるじゃないですか。ここまっすぐ、これがこういう風になっちゃうと全部の弦に均等に当たってませんよねっていうことになるので、ここです。はい、真下、もうこの当たってネックの後ろ側に来てもいいくらいです。もうこっち側、まあ、つまり自分の脇、ね、この左の、何でしょうかね、足、左膝とかにこうね目がけてっていうイメージです。であとは弦に対して垂直に切ってください。こういうまっすぐ
まっすぐです。このフレットと同じように、これがなんかなんでしょうね、こういう風に斜めに切っちゃったりとかすると、振り抜く時の速度が、時間がかかっちゃうじゃないですか。長く4弦到達して1弦振り切る、弾き切るまでに時間が長くなるので、縦にまっすぐの方が、まあ、全部の弦に均等に当たりやすい上に、人差し指の、ね、爪が同じ角度でこう当たりやすいのと、振り切るスピードが速くなるということで、まっすぐ下ろすと、垂直に下ろすですね。こう斜めになってるのしないと、なんかこうやって、まあ見ないかこんな感じとか、はい、せずにまっすぐ、はいです。これが人差し指のストロークなんですけども、はい、大丈夫でしょうか。あ、はい、あ、ナターシャさん、あ、そんな軌道思っても見ませんでした、目から鱗です。あ、そうですね、これは普通にやっぱ弾くとですね、皆さん結構やっぱこうなるんですよね、へーみたいなで、あ、ウクレレだーみたいな感じでなんですけど、やっぱ一弦下ろし切るってここからここまで弾かないと均等にならないんですよね。例えば、こう振り切ってここでストロークが止まっちゃってる方多いと思うんですけども、こうやって4弦はここから振り切った後、ゴルフもですね、話してみますゴルフ球打った後のフォームも結構大事じゃないですか。それと同じで、4弦引いた後ここまで振り切ってるのにもかかわらず、1弦はそしたらここまでしか振り切ってないことになりますから、やっぱり1弦が弱くなるんですよね。 どうしてもなんかもう失速最中で1弦当たるみたいな感じです。だから失速せずまっすぐ下ろし切るってことは、4弦がここからここまで引けてたのであれば、1弦は同じ距離ここからここまで振り下ろさないと、全部の弦に同じスピードで同じように当たるってことはないと思うんですね。思ってる以上に真下っていうのを心がけてみてください。このボディとね、水平、ん？垂直？ん？平行？平行に下ろすというのが大事です。こう角度ついちゃう。まあ、あえてこうやってつけるときもあるんですけども、例えば1弦だけ弾きたいな、ストロークしたいなっていう時はこう、これ今ストロークしてるように見せかけて1弦しか当たってないんですよ。こういう角度で弾いてるので1弦にしか当たらない。でちょっと角度を当てげると2弦、次3弦で4弦、っていう風にこの角度でこうバイオリンの弓みたいな感じですかね、角度で当てる弦をこう調整していくっていうのもウルテクであるんですけども、まあ最初はやっぱりこの垂直に下ろすっていうのを心がけるといいんじゃないかなと思います。全部の弦をやっぱ均等に鳴らすというのが、ポイントですね。はい、まるまるさん、下ろし切ると一つの音になりました、プチ達成感、おお、おめでとうございます。プチ達グレート、はい、なんか別にディスってるわけじゃないですけどね、ジェイクさんはね、面白いですよ。 Very good、 はい、うん、そう、下ろし切ってくださいね。ちょっと夜ね、気をつけてもらえればと思うんですけども、で、振り切るって言われてイメージのフォームに近づいた気がします。おー、おめでとうございます、よかったです。そう、うん、結構ね、なんでしょうね、大きな音出さないように気をつけてお家で弾かれてる方がほとんどだと思うんですけども、日本人ってやっぱりどうしても音量ちっちゃいんですよ、普通の人って。やっぱりもうこんな感じでですね、ドロ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 しちゃうという、もしくはなんかすごい頼れない感じになっちゃうんで、ある程度ちょっとエネルギー必要だと思うんで、ちょっと昼間とかにね、なんか、はい、ウルテクって懐かしくて泣けました。その古いんですか？古いんですかね？あらら。すいません、泣かしてしまった。はい、似てますか？ちょっともうちょっと練習していきます。クオリティなんか中途半端ですよね。ありがとうございます。はい。はい、ベリーグーいただきました。はい。ベリーグッドです。
で、これがですね、まあ、ストロークの起動になるんで、で、四分音符ですね、相性を4つ弾きながら、1、2、3、4、2、2、3、4、ここで Am、1、2、3、4、あ、で、こう、4、2、3、4、5、2、3、4、7、2、3、4、8、2、3、4、1、2、3、で、戻ってっていう感じですね。はい、もうこれをずーっとやっていきます。で、ストロークの音の中、今多分ね、そんなにブレなかったと思うんですけども、なんか、で、音量もちっちゃくなったり大きくなったりっていうね、なんかまばらな感じが最初ちょっとあるかもしれないですけども、そこも含めてぜひ練習してみてください。結構、なんかね、気をつけることいっぱいありますよね。1、2、3、下まで、振り切る。全部の弦がちゃんと当たってるかな。拍数えて、大きく振ってとかですね。はい。ちょっとなかなか、すぐ消化できないと思うので、ぜひ、次回ね、来週なのでね、それまでに含め、ぜひぜひね、やってもらえればと思うんですけども、はい。これが、まあ、1、2、3、4の、ストローク、ダウンストロークって言います。上から下に下ろすストロークですから、ダウンストロークです。はい。ちょっとこれで、テンポ80で、またちょっと流してみるので、こんな感じになりますよっていうことで、一度ちょっと聞いていただければと思います。はい。もう、1、2、3、とわはい、こんな感じになってます。もう、1、2、3、4数えながら、で、コードチェンジが間に合わなかったとしても、右手止めないでください。で、左手コード間に合わなかったら右手止まるっていうことがね、結構あると思うんですけども、まあ、左手やっぱちょっとある程度覚えなきゃいけないっていうのはね、慣れなきゃいけないっていうのはありますけども、左手でリズムを取るんじゃなくて、右手でやっぱりリズムを取ってください。これが、心臓になりますので、これがすごく大事なんですよね。止めないと。曲が始まったら、ここで。ウクレレプレイヤーの人は、もう右手でこれリズム取ってます。これがよどみなく続くことによって、まあ曲のね、拍を取ったりするので、足とかでもね、取ったりする人いますけども、手も大事な要素です。右手止めないと。1、2、3、4。あと、1、2、3、4、2、3、4、口で言えたらさらにグッドですね。弾き語りとか歌ってもっと複雑なリズムのはずなので、この 1、2、3、4 言いながら弾けなかったら、多分何も歌えたり弾けなかったりすると思うんですよ。なので、拍数えながら、コードをね、やっていくというのが、弾き語りにしても、まあ、伴奏にしても、リズムにしても、何にしても、基礎かなと思います。ぜひぜひ数えながらやってみてください。
1234、2234でもね、いいですし、1234、1234、1234の繰り返しでも OK です。ちゃんと8小節の繰り返しだっていう感覚をね、養ってもらえればと思うんですけども。はい。あ、パチ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 とか言って。はい。あ、先生、柔らかい、私。超硬い。え、硬いですか？あららら。はい、まるまるさん、気持ちよく弾けました。あ、素晴らしいですね。大丈夫でしょうか。はい。うん。右手ですか？手首ですかね？多分ね。ショッキーさんですかね？はい。そう。手首こう、ね、こう硬くなっちゃいますよね。これ、なんでしょうかね。弦に当てに行こうと思うと、やっぱり、硬くなるんですよね。もちろん、その慣れとか、その感覚的なね、もので、もう少し体に馴染んでくれば、ここに弦があって、これぐらいの振りで、これぐらいの大きさになってっていうのが分かるんですけども、最初ね、慣れないうちはやっぱり、こう、力加減も、振り加減も分かんないと思うんで、ね、ちょっとしばらく慣れていければね、だんだんこう、フォーム、柔らかく、省エネでできると思うんで。で、ここでまたちょっと改めてチェックしていただきたいのが、この、ネックの、この、ヒール部分がちゃんと溝落ちに、今あるでしょうかっていうのと、ウクレレが正面に対して右斜め45度にあるかっていうのをちょっとここでまた改めてですね、皆さんチェックしてみてください。これ意外とこうなんかこうなってたりなんかこうなってたとかなんかねあるんで、まあよく言えば結構ソファーとかですね、椅子ソファーだとちょっとこう深くなっちゃったりとかしたりして難しいと思うんですけども、あとなんかねあぐらかくとか、まあ、なるべく椅子に浅めに座ってもらう、そして肘掛けのない椅子がベストです。これ肘掛けね、僕のやつこう裏によいしょとできるやつになってるんですけども、これ肘掛けあるとやっぱ演奏絶対できないので気をつけられたらねいいんじゃないでしょうか。はい。あ、うん、お、U900SGR さん、こんにちは。昔先生と弾いてた時を思い出しました。あですね、あ先生とね、なんかレッスンが通われてたんでしょうかね。はい、いいですよね。あ、そうなんですね。あ、そうですね、普通にレッスンでなんか一緒にこうやってる感じですよね。はい、ご丁寧にありがとうございます。嬉しい。あ、よかったです。はい、そう、うん、だんだん慣れてきます。で、ご自分の姿やっぱチェックしながら演奏されてるのかなと思うんで、それはすごくいいことだと思いますけどね。鏡があるとベストですね。鏡でちょっとチェックしながら たまに。はい、はい。塚さん、椅子がいいのでしょうか。やっぱり椅子ですね。椅子が一番疲れないんじゃないですかね。あぐらかくとですね、結構背骨とか来るじゃないですか、肩とかで。できれば譜面台もあった方がよくて、目線がね、こうテーブルに楽譜とか置くとやっぱこうなるので、やっぱ肩とか痛くなりますよね。でプラスその譜面台があって椅子に浅めに座る、これが一番長時間やって疲れないと思うので、結構ですね、姿勢が悪いからなんかすぐウクレレ練習して疲れちゃうっていう方めちゃめちゃ多いと思うので、なるべくなんかちゃんとね、骨盤に背骨を乗っけるイメージっていうんでしょうかね、やるといいんじゃないかなと思いますけども。はい。あぐら。あ、まあ、でも自分もですね、ギターずっとあぐらで練習してましたね。そうするとですね、左の足首が下に来てたんですけども、左の足首がですね、ねじれたんですよ。なので、気をつけた方がいいですよ。足に良くないんじゃないかなと思います。はい。まあ、なるべくですね、うん。まあ、寝っ転がって弾いてもいいと思います。はい。ポロポロポロンとね。それも最高じゃないですか、やっぱり。はい。なので、今日もなんか全部できず時間になっちゃいましたけども、とりあえず今日1番と2番やりました。全音符でジャラーンって弾くやつと、2番ダウンストローク。アップストロークは、その音が大体同じぐらいの音量、同じぐらいの音色になるようにアップしていくんです。これまた次回詳しくね、やりますけども、ダウンとアップで、なんか、音量差がありすぎたり、なんか音色差、なんかどの弦、この弦しか当たってないんじゃないかとか、いろいろこう出てきやすいと思うので、ダウンでやった軌道そのままアップなんですけども、今度人差し指がこう、下向きのままこう上に上がります。で、
爪の甲が当たり、人によっては当たれないと思うんですけども、そうなると音量どうしても減っちゃいますから、あの指の肉で当たるので、硬い部分が当たった方がもちろん音高くて、はっきりした、大きな音出るんですけども、肉の部分だと柔らかい音しか出ないので、そこの音量差はちょっとしょうがないです。それあのダメとかではないので、なんかそれをなんか個性にしてもいいと思うんで、自分も今ちょっと爪若干伸びてますけども、アップの時やっぱちょっとね丸くなりますね、ストロークが。はい、ここら辺じゃなくてね、12フレット付近で、このネックの部分で弾くようにしてみてください。これがダウンとアップ、ダウンストロークとアップストローク、なるべく同じ音量同じ音色ぐらいになるように、で上も下も同じ距離だけ振っていくと、時計の振り子と同じ理屈で、そのタイミングとかリズムが合いやすいですよねっていうのがオルタネートストロークって言います。1と2と3と4とってダウンアップダウン、ずっと動いていきます。弾かなくても弾いてもずっと右手は一定なので、1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4という風に右手は絶対にこう振りを止めない、これがオルタネートストロークっていうんですけども、ウクレレはですねこれがもう必須の、テクニックになります。毎日やると思います、オルタネートストローク、裏と表でね、オルタネートって意味ですね。ダウンアップ、そして拍の頭拍裏拍で、オルタネートストロークです。これまた次回ね、ゆっくりご説明していこうと思いますので、これめちゃめちゃ大事なので、ぜひまたね、次回皆さんお越しいただければと思います。というわけで、今日は、1番と2番、全音符、親指でダラーンってやったり、2番、ダウンストローク、主音符でやったりしました。これなんか、最初はこう、親指でこう、優しい感じでこう、始めて、途中からこう、盛り上がって人差し指になるっていう感じで、曲の中で使い分けてもいいですし、今日ね、スタンドバイミー、最初にやった時は全部の、1、2、3、4番、全部ミックスして演奏しました。よかったらね、そちらもご覧になっていただければと、ね、また最初の方、アーカイブでご覧になっていただければと思いますし、はい。というわけで復習しながら、次回来週の同じ時間ぐらいだったと思うので、またぜひぜひ、お待ちしております。はい。今日もね、おー、すごい、150人ほど、お越しくださって、同時視聴者数、同時視聴者数ですね。はい。お、156とか、あ、素晴らしい。あ、ありがとうございます。こんなにいっぱいいらっしゃって。で、今日あれなんですよね。鈴木智樹くんが同じ時間帯にライブしてるから、多分そっちに皆さんね、ご覧になっていらっしゃるんじゃないでしょうか。はい。はい。はい、大丈夫でしょうか。うん。そうですね、スカさんなるべく座ってください、ぜひぜひ。あ、ナターシャさんだ。あ、いい音で弾こうとすると自然に爪が弦と垂直フレットと平行になっていて、で気づくと深爪したみたいに爪が削れています。うわっ、あ、削れね。あんまりやっぱりその力入っちゃうとこうガリガリガリって削れちゃったりとか、あともしくはフレットですね、この鉄のところに当たりすぎちゃったりすると削れます。これフレットしっかりバリ取りって言って、こう面を取るようにこう角っこしっかり削れてあればそんなに削れないとは思うんですけども、力が入りすぎちゃってたりね、する可能性もありますので、くれぐれもお気をつけください。自分もね、爪すごい弱かったんですけども、OPI ネイル AB やっぱりおすすめです。やっぱ人差し指とか親指、特に人差し指なんですけども、ウクレレの人摩耗しやすいので、なんかね透明なやつでも、マットのやつでもツヤが出ないやつ形で塗るとひょっとしたらいいかもしれないです。でおすすめが OPI のネイル AB です。はい、という感じで今日ここまでに、しようと思うんですけども、最後に何かご質問とかなければ、あ、そうですね、C のコードとかチャの音に関しては、これすみません、ちょっと。これですね、ちょっとまたおいおいご説明していこうと思います。ちょっとレベルの高いね、内容なので。またね、ごめんなさい、今日できなくて申し訳なかったです。はい。クレアさん、あ、少しウクレレに慣れてきてストロークも雑になってたので、あ、そう、うん、ゆっくりでも綺麗な音で弾けるように練習します。そうですね、ゆっくりで綺麗な音めちゃめちゃ大事だと思います。素晴らしいです、頑張ってみてください。楽しくね弾いてくださいね。いい音出るとやっぱ楽しいですよね。
まるまるさん、今回もとても分かりやすく勉強になりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ケイキトさん、すごく楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ヒロカワさん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、レイコニャン、よくわかりました。ありがとうございました。ありがとうございました。よかったよかったね。ご質問ね、どんどんしてくださいね。はい、ショッキーさん、あ、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ヨウムさん、はい、来週了解です。ありがとうございます。ぜひぜひ来週もお待ちしてます。スカさん、丁寧に教えていただきありがとうございました。こちらこそありがとうございます。ちゃんこ池さんだ。あ、次回も楽しみにしてます。はい、ぜひぜひお待ちしております。TA さゆりさん、ありがとうございました。次回もまた参加したいです。ぜひぜひお待ちしております。はい、かおるさん、毎回勉強になります。ありがとうございます。ね、少しでも、ね、なんか、情報が、はい、伝われば何よりです。杉田達也さん、はい、ありがとうございます。先生おすすめと OPN LNB 使っています。あ、まあ、ぜひぜひ、人によって結構ね、ネイルって合う合わないあると思うんですけども、多分 OPI に寝る塩ビは合わない人ちょっと少なめなのかもしれないです。割とこう剥がれもねしにくいし、いいんじゃないかなと思って使ってます。はい、ショッキーさん、チャンネル登録させていただきました。あ、ありがとうございます。はい、お、今井清彦さん、あ、ありがとうございます。おー、ありがとうございます。すごい、1000円もいただいてしまいました。やった。はい、これでじゃあちょっとビールでも飲もうかな。ゼファレレさん、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、カオルさんもありがとうございました。ありがとうございます。はい、ちゃんこ池さん、頑張ります。うん、頑張ってください。あきみんさん、ナイスパ。あ、いや、ありがとうございます。はい、ゼファレラさん、ともきくん、何かしてますか？あれ？今日、なんか、さっき、ツイッターで、なんかライブし、なんか今日しますみたいな。あれ？違った、今日じゃないのかな？ごめんなさい。さゆりさん、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ゆきえ。竹澤さんですね。ごめんなさい。はい、丁寧なご指導ありがとうございました。また来週もよろしくお願いします。お願いします。ぜひぜひ。はい、U900SG ライさん、ありがとうございました。あ、皆さん、ありがとうございます。あきみさんも、ありがとうございます。はい、クレアさん、次回も楽しみにしてます。ありがとうございました。ありがとうございます。あ、ゼファレルさん、ライブ、ですよね。やっぱね、トム君、ライブされてますよね。申し訳ないです。はい。はい、マリコさん、ありがとうございました。はい、今いました。残念。マイ、ワイさん。ああ、そうですか。ね、またぜひぜひ、しょっちゅうやります。ちょっと平日か、日曜ぐらいかって、今ね、なってますけども。はい。デファレレさん、ですね。なってます。ああ、ナタシャさん、ありがとうございます。わ、こんなにいただいてしまって申し訳ないです。はい。スーさん、ありがとうございました。はい。というわけで、そろそろね、終わりたいと思います。カフェトークっていうオンラインレッスンサイトがあるので、そちらで、オンラインレッスンもね、やってます。初回半額クーポンとかで、出してますので、ね、最初なんか、ズームとかスカイプ使ってレッスンするって結構、ね、なんかドキドキじゃないですか。なので、60分とか、申し込んでいただいて、それ、30分と60分があるんですけど、60分申し込んでもらうと、ね、半額率が、割引率高いんで、なんか60分の方申し込んでもらって、ちょっと、うまくつながるかなテストと、あとちょっとね、なんかフォームのね、チェックとか、そういうところから始められていけたらいいんじゃないかなと思いますし、なんでも、はい。ちょっとお話とかね、でも何でもいいですし、はい、カフェトークレッスンしてますので、ぜひお待ちしております。あと、ヤマハもね、レッスンしてますけども、ね、またちょっとね、いろいろ、なんか感染者の方増えてるということで、いろいろ不安な点があるんですけども、はい。もしご興味あればね、ぜひぜひ、概要欄の方でご覧になっていただければと思います。カフェトークもね、ぜひぜひ、初回半額なので、おすすめです。はい、お待ちしております。ではでは、じゃあね、今日はこれで終わりましょうか。ありがとうございました。また来週お待ちしてます。バイバーイ。おやすみなさーい。